はい、日本に帰ってきまして、すぐに三浦ドルフィンさんに来ました。何にもやってないですけど、今 6000m、 だいたい高所順応の効果は1ヶ月って言われてるんで、まあ今回1月31日に7000まで行ってて順応してるはずなんで、72、ちょっとやっぱり楽ですね。73、74、話してると上がってくる。これここで味わった感じと、今回が7000、6000メートル以上の頭のどんより度は全く同じでした。だからすごく本当に忠実に再現してます。ここで味わってたからいけたっていうのもありますね。今回のアコンカグは本当にいいです。クリスさんのちょっと今日見てみましょう。それか鈴木さんの今日やっぱり違うな。楽だ、ヒマラヤ5300、5300ぐらいだとですね、もう本当普通じゃないとやっていけないんでですね。でも一般的に言うと5300って結構高いです。エベレストベースキャンプ、今日あれやっぱ楽だな。こんなに昔は動けなかったですね。楽になってる。なんだこれ、クリキが絶対に諦めない夢、なんだこのグッズ、でのエベレスト登頂、なんだこれ面白い。夢に見た世界最高峰の頂、あのグッズ買わないといけないですね。順応してないな全然下がるわおかしい。まあ1000、0メートルから6000に入ってるからかな。まあでも前よりかは楽、こんなもんだって分かるようになったんで。なんかあんまり順応してないな。まあ80ぐらいもいってる。30でいきます。これ倉岡さんほんとすごいです。30でいつまでたってもどんな高さにいってもペースを乱さないです。こういう呼吸をするからすぐ水分使うんですよね。口で呼吸するから2リットルすぐ使っちゃいます。そうするとすぐ酸素濃度上がるんですけど、一気に使っちゃいます。だから水は重要。87までいっちゃいましたね。こういう呼吸をすればすぐ上がるんですけど、50をし続けることができない。80、75ぐらいで保ってるのが一番理想なんですけど、今これ6300ぐらい、6300ぐらいです。やべ、57。血液に水分をたくさんしないと血液が固まって脳がに血栓ができちゃうみたいなんですよね。だいたい酸素濃度は70を保っておきたい。あと自分はよく飲んでよく食べないとダメみたいなんで、もう人一倍水分と食料を持っていこうと思います。やべえな、すぐ戻るな。これは順応してない証拠です。
しいね。順応全然してないや。うん、今回が行って分かったんですけど、こういうような状況でも一歩一歩前に進めないと進めない。あ、でも